曜日は僕津田大輔が気になっている話題をお送りします。東京オリンピックを一つの目標として進んできた日本の建設業界、ここに来て、延期という話もね、急に浮上してきたんですけれども、2020年以降業界の動きがどうなっていくのか、今までね、ある意味で言うとそのオリンピックまでに相当無理を重ねてきたものがオリンピック後どうなるのかというよりもオリンピック延期って言っても何年になるのかっていうところで、相当これ建設そして土木の業界も含めて相当いろいろな影響があると思うんですが、そこで今夜はこの方にお話を伺います。日経コンストラクション編集長の浅野雄一さんです。浅野さん、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。日経コンストラクションがですね、このいわゆる建設業界の業界誌ですよね、専門誌ですね、はいはい、なんか本当に相当もう一般のね、なんかビジネス誌とか全然読めないような相当なんかマニアックな、ね、内容の建設業界の話がたくさんあるんですけれども、その日経コンストラクション、年明け最初となる号でこの2020年の土木界という特集を組んでいます。これはね、非常に面白くてぜひお話を伺いたいなと思って今日お招きしたんですけれども、このあえてこの2020年の土木界という大特集を組んだ、これのまず意図から教えていただけると。はい、2020年は本当に建設業界、日経コンストラクションって土木に割とフォーカスした雑誌なんですけれども、ここ大きな動きがあると見てまして、で3つのカテゴリーで大きな動きがあると思っています。で1つがプロジェクトですね、これは最近その道路ですとか、それから駅ですとか空港ですとか、こういう交通インフラで大きなものが完成するとかですね、それはインバウンドの話ですとかオリンピックの話でも関連はしているんですけれども、そういうものがあったりだとか、それから技術という部分で、今建設業人手不足であったりだとか、あるいはこの大量の施設を、老朽化をそんなものどうするのかとかですね、差し迫った問題が出てきていて、技術的にこういろんなソリューションを持っていかないと解決できないということが起こっていると。それからもう一つがですね、法制度の部分ですね。これは建設業界って今 3K と言われているような、なかなかの厳しい働き方が強いられている業界だということで、そこをこう改善する上で、今の働き方改革の動きみたいなものがこうだんだん進んできていると。他の業界で始まってきた働き方改革が少し遅れて建設業界にもっていうことなんですね。建設会社の場合は少し猶予措置ということで、2024年以降ということで、まだ余裕があるんですけれども、それ以外のですね、働き方改革ということで言えば、今中小企業が今年の4月から働き方改革で残業規制を受けるようになりますけれども、建設業の中でも例えば設計をやっている建設コンサルタント会社だとか、あるいは測量をやっている会社だとか、あるいは地質調査やっている、こういうところは大きな会社だけじゃなくてですね、例えば資本金が5000万以下の会社が8割9割を占めていると、そういうところの働き方改革がもう本当に差し迫ってやらなければいけないと、こういう動きも出てきているということで、2020年結構大きな動きがあるなということでやりました。そういう意味での、オリンピックが呼び水になっていることは間違いないんですけれども、やっぱりその2020年にこの大きな3つの流れが重なったっていうのは、これやっぱ必然だったんですかね。そうですね、一つやっぱりその 年代、2000年代、2010年代、2020年代、一つのやっぱり区切りとしては2020年代大きく象徴するスタートの年ということもあってですね、オリンピックももちろん大きなプロジェクトという面では契機になってますけれども、そこはかなりそこの部分でフォーカスされるという部分は大きな要素としてあったんじゃないかなと思いますね。今ね、そういう意味での土木とか、あとはビルなんかのね、建設都市の再開発なんかでいうと、渋谷なんてね、ようやくいろいろ開発終わったのかなと思ったら、それどころじゃなくてもっとまたどんどんね、わけわかんなくなっているみたいなところもありますけれども、これはつまりオリンピックというのがどうしても注目はされているわけですけれども、実はオリンピック終了後も国内の大型プロジェクトというのはまだまだ続くということなんですね。どんなものがあるんでしょう。例えばですね、最近の、できたものだけちょっと、ご紹介すると、道路であれば首都高の横浜北西線というのが昨日開通しましたし、これは第三京浜と東名を結ぶような路線ですね、横浜港からの物流を良くするような効果がありますけれども、それから駅のプロジェクトがこれから結構進んでいきまして、東京出すと山手線で高輪ゲートウェイという新しい新駅が14日にできましたけれども、その後6月に、ここ六本木から2駅ほど北側に日比谷線で、虎ノ門ヒルズという駅が6月に開業しますし、その駅ができると駅の周辺の開発というのは数年間かけて、一つの街ができていくという動きがあるので、今
虎ノ門なんかもすごい工事をたくさんやってますけれども、うん、まあ、そういう動きは少し出てきますよね、うん、それからまあ、東京だけの話じゃなくてですね、例えばの地方だと今空港を拡張するという工事がいろいろあってですね、うん、まあ、一つがその那覇空港が3月26日2本目の滑走路が共有開始になると、ね、うん、共有開始ですね、はい、まあ、そういう動きもあると、まあ、地方空港でいうと、あと福岡空港なんかも今2本目の滑走路をやってるんですけれども、うん、まあ、そういう動きがありますね、まあ、交通インフラは結構動きがあると。それからオリンピックを、まあまあ、ちょっといつになるか分かりませんけれども、オリンピックの間に合うのか、それよりももう少し先になるのか分かりませんが、今外環道ですね、うん、外環道の東京区間っていうのが、まあ、ちょうど関越の起点の大泉ジャンクションから東名の区間、はいはいはい、まあ、大体16キロぐらいの区間ですけれども、うん、まあ、ここにまあ大きな大断面トンネルをですね、うん、掘って工事をするというのが今進んでまして、うん、まあ、それがまあどのぐらいのタイミングできるかと、まあ、今正式に終わる時期は発表されていないんですが、うん、まあ、これが今進んでいるという段階ですね。あれですもんね、外環っていうと関越にもつながって、そうです、関越だけね、首都高から直でパーッと直線で抜けていけないっていうのがありましたからね、はい、ああいうのとかも含めて、ああいうのがどんどん変わっていくと、やっぱり渋滞状況とかにも相当物流も影響はあるんですかね。そうですね、例えばその単純にその今の関越とその東名の間を結ぶという路線でいくと、今環八でだいたい1時間ぐらい時間がかかるんですけれども、うんうん、そこトンネルができると12分で、まあ、行けるという形で、ね、まあ、環八の渋滞も緩和されるでしょうし、うん、かなりそのあたりは良くなってくるんじゃないかなと思いますね。まあ、圏央道とかもどんどん、ね、はい、拡張してますし、ね、アクセスも良くなりますからね、はい、そうですよね、まあ、だから道路っていうのはそれだけ大きくなるんでしょうけれども、あとはあれですね、まあ、皮肉なことで言うと、まあ、那覇と、ね、福岡っていうとやっぱりアジアへの、ね、玄関口でもありますし、はい、まあ、よりLCC なんかも含めたハブ的に、ね、使われる機会も間違いなく多くなるんだろうと思ってた、はい、と矢先でのこのコロナ、ね、まあ、どんどんね今ANA とかもあれですもんね、5000人待機なんていうね、そんなニュースもあってどんどん便数減らしてるということもあるんですけど、うん、これって、まあ、ちょっとその話になったんで伺いたいんですけど、新型コロナウイルスのこれの影響、建設業界の影響っていうところどういう感じが今あるんでしょうか。土木の領域はそんなにものすごく大きな影響があるとはあんまり見てないんですけれども、まあ、建築はもうすでにもういくつか影響が出ていますね。例えば中国でトイレだとかユニットバスだとか、まあ、そういうその住宅用設備みたいなもの結構作ってますから、オシュレットの部品が中国から入ってこなくなったので、でね、はいはい、新型のマンションとかは全然できなくなったっていう話もありますね。だからもうあとはトイレを入れるだけとかそういう段階になったのに、それが入ってこないから完成が見込めないとかですね、引き渡しがうまくできないだとか、まあそういう問題もすでに起こっていますし、まあこれからその発注を受けるときもその受注の見通しとかですね、納期の見通しが立たないので、まあいついつまでに納められるというのができないので、まあ正規にこう受注が難しいとかですね、うん、そういう影響もすでに出始めています。なんかこの間、まあ、ちょうど3月11日、まあ、14日に常磐線が全線開通するのもあって、まあ、大体311付近に僕も福島に常磐道を通って取材に行ってたんですけど、今常磐道の拡張工事もすごいですよね。そうですね、JA ビレッジのところまですごい人数ので拡張してて、これオリンピックまで間に合わせるつもりなんだろうななんていうふうに見てたんですけど、でもちょうどその JA ビレッジがある楢葉町を越えると全然なくなるみたいなっていう、あの辺もやっぱり多分集中的にやられてるということ。そうですね、まあ復興という形でですね、かなり集中的に努力して工事を進めていったところだと思いますね。これでもせっかく専門家の方にいらっしゃっていただいたので、ちょっとなんかよく言われるね疑問をちょっとぶつけてみたいと思うんですけど、要するにオリンピックで、まあ、この国家的なプロジェクトが決まったので、まあ、とりわけ新国立競技場とか間に合わせなきゃいけないっていうので、すごいそこに資源が投入された結果、うん、まあ、東北の復興がやっぱ人手が足りなくてなかなか回せなくて復興が遅れてるっていうこと、これ結構、まあ、東北の人とかからも、うん、なんていうか不満というか嘆きみたいな形で聞いてたんですけど、やっぱそういう側面ってあったんですかね。まあ、建設業界自体が今もう求人倍率を見ても分かるように、もう人手がもう全然足りない状況なんですね。でそれは東京に全部資源が集中しているからということだけではなくて、まあ、建設事業がその復興、その東北の復興もありますけれども、例えば最近ですとその水害みたいなのが結構ありましたから、そうですね、うん、そういった災害復旧みたいなものの事業がかなりたくさんいろんなところで起こったと、立て続けに起こっていろんなところでたくさんの事業を緊急的にやらなければいけないと、うん、まあ、そうするとどうしても人手はやっぱ限られていますから、うん、でしかもそれまで公共事業は冬の時代みたいなのも一部、まあ、コンクリートから人へみたいな形でですね、うん、一時期そのかなり絞られていって人が減っていった時代を少し経験していますので、うん、そこの中でこういう、まあ、急にまあ需要がどんどんいろんな形で起こってきたということで、うん、まあ、それ
東北だけじゃなくて全体的にどこもですね人手が足りないと、うん、まあ、例えば新国立の問題でもやっぱり人が足りないんで、うん、過労死の問題なんかもやっぱり起こってしまいましたよね。なるほどなるほど。だからそういう面では全体的に建設業全体にまあその人が足りずに労務関係が厳しいということがあって、うん、まあ、それをさっきまあちょっと申し上げたように技術でどう解決できるのかみたいな話は出てきています。うん、なるほど。オリンピックが終わると今度はまたビッグイベントという意味では2025年の大阪万博があるわけですけれども、はい、関西ではどういった動きがあるんでしょう。関西はすごく鉄道の動きが今大きくなっていまして、まあ、今まさに動いているのでいうと、まあ、大阪で一番大きなのは梅田ですね、うん、あそこでもともと貨物の駅があったところに梅北という、まあ、町の再開発を今やってまして、うん、そこにJR がですね、まあ、仮称で今梅北駅というものを作ろうとしています。でこれは今まで京都とか新大阪から関空まではアクセスが、まあ、特急とか走ってよかったんですけれども、うん、まあ、大阪からはですねあんまりその関空までのアクセスが良くなかったんですが、まあ、これを良くする路線としてですね、うん、まあ、その梅北駅を作って、うん、梅田の周辺にもですね、まあ、関空までアクセスが良くなるというものをやろうとして、梅北駅から直通でパッと行けるように、はいはい、何分ぐらいで行けるようになるんですか。ですね、ちょっと時間まではちょっと把握してないんですけど、これは2023年の春にですね一応開業の予定になっています。でもまあ今だったらね結構意外と1時間弱ぐらいかかるんですもんね。そうですね、それがもっとアクセス、かなり便利になると思います。なるほどなるほどね、はい。まあ、そうすると今度はまたあれでしょうね、その伊丹空港もね、まあ、リニューアルしてね、はい、今新しくなったり綺麗になったりしましたけど、まあ、伊丹と関空が両方それぞれよく使われるようになっていく、はい、っていうことになるんでしょうね。なるほど、それがやっぱり非常に大きくなるってことなんですね、はい、これ万博という面で、うん、ごめんなさい、万博という面でいくとその万博会場の夢島っていう島まで、はいはいはい、こう地下鉄を延伸するという計画もありまして、うん、これ540億円ぐらいかけてやろうということで、うん、まあ、すでにもうトンネル自体は道路トンネルが鉄道トンネルと併設で作られているので、で道路自体は2009年ぐらいにも供用しているので、うん、まあ、そこに軌道とか設備とかを入れていくっていう形になるんですけれども、うん、まあ、実際はねほとんどもう使い道がないようなところがね、はい、まあ、万博でできたわけですから、はい、まあ、そこをきちんと跡地利用ということも含めて、そうですね、そこをまあ再開発やろうということなんですね。まあ、大阪としては IR の誘致みたいなものをかなり期待をしていますけれどもね。うん、なるほど。これでももう一つ先ほどね、まあ、技術の3つのねプロジェクトとその技術の話、はい、人手不足を埋めるための技術、こういうのはどういうものがあったんでしょうか。はい、まあ、技術は主なものでいうと例えば AI、 それからドローン、それから重機の自動運転みたいなものなんかがあるんですけれども、うん、まあ、例えば AI なんかでいうとさっき実際に点検とかですね、まあ、インフラがすごいたくさんある中でそれをどう点検するかみたいなものが急激に大量のものをですね笹子のトンネル、中央道の笹子の事故以降に、はいはいはい、まあ、道路の橋とか、うん、それからトンネルをもう一斉に全部点検しましょうという形になったんですけれども、うん、それまでかなりやってなかった部分を急にやる話になったので、うん、そうすると人手もいないし、うん、でそれをいっぺんにどうこなすのかとなると、うん、まあ、それを効率的にこなすには例えばその構造物を写真で撮って、うん、その画像解析をして、まあ、ひび割れなんかをコンクリートのひび割れなんか見つけていこうとかですね、うん、まあ、そういうものですね、もう使われているところもありますし、まあ、AI というか、まあ、そのディープラーニングの技術をうまく使う、はい、いうことで、はい、かつてよりも効率的で省力化してできることができなったと、ね、はい、あとは例えば点検でいうとドローンなんかを使うとですね、うん、まあ、橋なんかだと足場をかけなければいけないところが、うん、まあ、そういうことをしなくてもドローン飛ばせば点検できるようになると、うん、でこれ去年ちょうどその国がその点検の基準を少し変えてですね、まあ、そのドローンの点検をやりやすくした、今までは人が近接で目で見て点検しなければいけないというルールだったんですけれども、うん、まあ、それをそういう機械的に代わりのものがあるんだったらいいじゃないかというルールに変えましたので、これは今年からかなり進んでいくんじゃないかなと、まあ、これもだからその人手不足に対応するときに今技術をちゃんと活用していこうということで、まあ、どうしても日本でね規制が強いですけど、まあ、そういう意味での規制緩和が行われてきているっていうことなんです。これ国際的なトレンドとしてもどうなんでしょう、そのあたり。かなりですね日本の技術は進んでいるところがありまして、今申し上げた中でもう一つ言ってなかったらその重機の自動運転という部分がありまして、これも重機のオペレーターの方がまだだんだんいなくなってきてですね、熟練の腕でこう効率よくブルドーザーとかそういうダンプとかをまあ操作してですね現場を効率よく回していくっていうのが難しくなってきているんですけれども、まあ、それが今機械化をしてですね自動運転で、まあ、自動車の自動運転ってどうしてもアメリカとか中国にかなわないなっていう部分があると思うんですけれども、この工事現場の自動運転技術でその現場を自動化して施工していくという部分ではかなり日本が進んでいると思うんですね。でそれは重機の自動運転もそうですし、今建築の分野ではロボットを使って施工するという分野でもかなり日本が進んでいますね。いわゆるこれあれですかね、リモートみたいなのもあるんですか、遠隔地でそれで画面見
ながら、あの重機を操作するみたいな。リモート自体はもうだいぶ昔からやってまして、うん、それこそ雲仙の火砕流とかですね、そういう、まあ、火山の事故が、はいはいはい、あった後にですね、うん、災害対応でやってるケースもあったんですけれども、今言ってるのは本当にもうボタン一つ押したらあとは勝手にやってくれるというような形の自動運転がかなり試行的に進められていくと、まあ、それはあれですもんね、道交法とかに縛られずに。そうですね、まあ、中でやれるもうエリアの中でできるというのはすごく大きいですよね、うん、なるほどね、はい、実はそこは日本の強みになってきてるっていうことなんですね、はい、これもう一つですね、この2月24日号この日経コンストラクション消された堤防という、ね、はい、特集組んでいて、まあ、これはまさに今我々のもうなんていうか日本の、ね、この国土がずっと直面している、まあ、気候変動と、ね、おそらく連動しているであろうこの豪雨災害の頻発しているわけですけれども、これ堤防にはどういった今危険を抱えているんでしょうか。はい、日本の堤防、一般的な堤防はほとんど土でできているんですね、うん、でまさに東日本台風ですとか、あるいは西日本豪雨で問題になったのは、川の水が堤防を乗り越える、まあ、これ越水って言うんですけれども、越水をした水が堤防のまあお尻の部分、下の部分ですね、ここを削り取って、だん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 それが続いて堤防が痩せていって、川の水を支えられなくなって堤防自体がまあ決壊してしまうと。で、堤防の決壊メカニズムのほとんどはこれで起こってるんですね今。で、堤防が決壊すると、まあ単純に人の命だけではなくて経済的にも非常に広い範囲で浸水被害をもたらして大きな影響がありますので、うん、まあ、この堤防の決壊をですね、やっぱり防いでいくということはこれからすごく重要になると思っています、うん、で、これまで堤防は超えた水、まあ、越水に対してはですね、安全性を見込んでいない設計だったんですね、まあ、そこまで保証しないと、うん、堤防の、あれ一定の高さまで計画降水というんですけれども、そこまで流れる水に対しては安全性を保つけれども、それを超えて来るような高い水に対してはですね、まあ、安全性をまあ担保していなかったルールの中でやっていたわけですね。で、ところがこれだとやっぱりその決壊被害というのを少し抑えるのは難しいということで、うん、国も実は危機管理型ハード対策ということで、堤防のごく一部を補強してですね、まあ、それを防ぐということをやるということを、まあ、鬼怒川の決壊が2015年にありましたけれども、あ、そうでしたね、うん、その堤防決壊以降にですね、まあ、そういうことを今始めていて、うん、まあ、その整備も進んでいるんですね、うん、はい、これやっぱり、まあ、東日本大震災の後に、東北の沿岸部っていうのが、まあ、どこもね非常に高い堤防が作られましたし、まあ、今回はこういう、まあ、ここ数年で言えばいろんな豪雨災害とかもあって、まあ、堤防を巡る環境というのはある意味すごくハードになったわけですけど、はい、まあ、そしてたくさんの堤防も新しく作られていると思うんですけど、やっぱそうやってたくさん堤防が作られていくと、土木業界でも技術革新みたいなのが進んだという側面、この10年ぐらいあるんでしょうか。河川の堤防について言うとですね、技術革新が十分に進んだとは私はあんまり考えてないところなんですね。で、実は30年ぐらい前にですね、すでにその革新的な越水に対しても、まあ、正確な性能は分からないけれども、ある程度の性能を担保しようという、まあ、動きがありました、うん、まあ、もちろんその頃から堤防の結果の主因はもう越水であるということは分かっていましたから、うん、そういうものを少しでも引き延ばして、まあ、避難する時間を稼ごうとかですね、うん、で、堤防整備も用地買収とかいろいろありますから、全部すぐに進むわけではないので、うん、まあ、高さを確保しにくいところはそういう新しい技術を使ってしのいでいこうみたいな動きが30年ぐらい前にあってですね。それってでも30年前っていうと、ちょうどまだバブル真っ盛りの頃ですかね。そうですね、バブルの前後ぐらいの頃ですけれども、うん、で、その頃にあった技術が、まあ、実は10年ぐらい試験的にいくつかの河川とかで入れられたんですけれども、うん、で、国も2000年ぐらいに基準を作ったんですね、その堤防の、うんうん、ところがこれ2年ぐらいでその基準を封印してしまいまして。え、それなんでなんでしょう。これ2つ言われていまして、まあ、1つ言われているのが、当時はそのダムを作るか堤防強化するかみたいな議論が、特にダムを反対する方々から起こりまして、まあ、ダムを整備する代わりに堤防強化すれば、うん、そのダムいらないじゃないかみたいな議論が結構その反対派の方からあったんですよね。ああ、なるほど、なるほど。で、その議論に、まあ、ちょっと乗っかっちゃったって言ったら変ですけれども、うん、そこにまあちょっと乗っかると、まあ、不利だねみたいなことで、うん、その堤防の越水を耐えるものを少し取り下げようかみたいな動きがあったという噂が一つあります、まあ、ダムを守りたいがためにっていうことですね、まあ、それは本当にそうかどうかまで確証ないです、まあ、ね、まあ、ただ実際に国交省の OB の方でも複数の方がですね、まあ、そういう空気はあったと認めてらっしゃるんですよね、うん、で、もう一つもっとより確実なのは、まあ、堤防のその性能自体がですね、うん、まあ、その当時やられてた技術だと、まだまだその性能的に本当に確証が持てる技術でまで成熟していなかったと。あ、なるほど、まあ、実験回数
数が少ないだとか、うん、まあ、実際に入れてみたところも検証が進んでいないとかがあってですね、まあ、そういうところをどうしようかみたいなところがあったんですね。なるほど。まあ、それがあった。ただ結論としてそれがだからもうなんていうか棚ざらしになってしまったがゆえに、まあ、今この、 異常気象が続くようなところで、まあ、思わぬ脆弱性みたいなものが、まあ、あとはあれでしょうね、高度経済成長の時に作ったいろんなものが老朽化して更新のタイミングとぶつかってきているっていうところなんですね、はいはいはい、となるとやっぱ本当にまさに2020年このタイミングで、ね、日本のこのインフラをまあ、本当にどう変えていくのかっていうなんていうかグランドビジョンみたいなものっていうのはどうあるべきだとお考えですか。やはりですね、単純にものを作って終わり、やっぱり公共事業とかそういう、まあ、建設投資するお金ってすごく大きいですから、まあ、限られた予算をですねどう使うかっていうビジョンがすごく大事だと思うんですね、うん、で単にものを作って終わりという発想ではなくて、例えばさっきその技術を入れて作るプロセスをもう少し革新していって世界に出ていけるような技術にしていくだとか、あるいは作ったものをしっかり維持管理するところのフェーズまでを例えば民間の事業者ができるような仕組みをもっとたくさん作っていって、まあ、作るだけじゃなくて作ったものに責任を持ってそれをまあメンテナンスしながらですね、まあ、運用していく、そういうことの経験をまあ積ませて、その技術で世界にまあインフラ運用みたいなところで出ていかすとかですね、まあ、そういうちょっと今までにはない作り方とか、あるいは発注の仕方とかですね、そういうものを工夫していく必要があると思っています。まあ、だから維持作っただけで終わりじゃなくて維持管理をどうするかですね。すいません、最後に東京オリンピックやっぱ気になってる方多いと思うんですけど、もしね、まあ、ほぼなんか延期しそうな今空気が出てきてるわけですけれども、はい、延期あるいは中止、あるいはまあ4年延期っていうと実質中止みたいな感じでもあると思うんですけど、こうなった場合建築あるいは土木の業界なんか影響ありますか。実際のオリンピック関係の施設自体はもう作ってるんで、そのオリンピックの施設自体に対してどうこうっていうことは多分ないと思うんですけれども、ただその延期等になってですね、まあ、経済のマインドが少し落ちてきてですね、そうなると民間の建築事業需要がですね少し落ちてくるんじゃないかと思っています。まあ、そして復興庁もね、はい、10年である程度復興も一区切りってなると、はい、一気に超えてくるってなってことですね。であとそのコロナでその全体的な経済情勢が悪くなると、まあ、そのそれぞれの所得、まあ、国民の所得自体が減っていくと、例えば住宅への投資がこう少し落ちていって住宅着工が落ちていくんじゃないかとかですね、まあ、いろんな影響が出てくるんじゃないかなと思われます。やっぱり連鎖的にあり得るということですね、はい、いや、まあ、当たり前ですけど本当にお詳しいですね、建築業界に。いや本当にいろいろな疑問が全て解決されて楽しかったです。浅野さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。以上